油見長男、油見長男、油見長男。生駒山麓公園フィールドアスレチックの続きです。この課題もフルサポートが必要ですね。そんなわけでカメラは神さんに任せております。さて、クリアできるかな。せがれちんの体格ではギリギリ難しいかな。よし、頑張れ頑張れ。万が一落ちてもお父さんが受け止めてやるからな。結構な高さですよね。よし、登れた。第14、クリアです。ロープにぶら下がって進む課題ですね。これはちょっとハードルが高そうでしたので、フルでサポートに入りました。はい、課題15、クリアです。360度回転するネットのトンネルだよ。これは楽しそう。直接サポートはできないので、アドバイスを送っております。ゆっくり慎重に進めば、失敗はないかな？課題16、クリアです。実はこれ、イラストの構図がおかしいんですよね。人物の位置も少しおかしかったりします。それでは実物をご覧ください。
に足をかけにくそうだったので、アシストしております。イラストとは違い、最初の壁は垂直でした。なんとか登りましたね。せがれちんの身長にはちょっと足場の間隔が広いかな。気分はロッククライミングの指導員です。これはサポートなしでも大丈夫そうですね。グラグラだけど楽しそうです。課題19、クリアです。さあ、どんどん行くよ。
影している間に、もうあんなところまで登ってるルル。どうやって降りようか考えております。こっちかな？いや、こっちかな？こっちに決定のようです。課題20、ソロでクリアです。課題21